エイリヒボルフガングコルンゴルトは、オーストリアとアメリカ合衆国で活躍した作曲家、ユダヤ系。彼は音楽評論家、ユリウスの次男として、モラビア地方のブリュンに生まれた。幼い頃から作曲の才能を示し、モーツァルトと同じ名前と、相まって、モーツァルトの再来と呼ばれるほどの振動ぶりであった。9歳の時に作曲したカンタータを聞いたマーラーは、 天才だ。と叫び、11歳の時に作曲したバレエ音楽、雪だるまは、ウィーン宮廷歌劇場で、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の午前演奏として、初演され、万来の拍手を持って迎えられた。その後も、快進撃は続き、12歳で書いた、ピアノ・ソナタ第1番に単調は、リヒャルト・シュトラウスに旋律と恐怖を与え、名ピアニスト、 アルトゥール・シュナーベルは13歳の作品、ピアノ・ソナタ第2番補聴調をヨーロッパ中に紹介し、ベルリン・フィルの大指揮者ニ騎シは14歳のコルンゴルトに劇的助曲を移植する。幼少時のシンホニエッタを完成させた15歳の頃には、コルンゴルトはすでにプロ作曲家として第一線で活躍していたのである。ただし、バレエ音楽、ユキダルマのオケストレーションはチェムリンスキーが、 保筆しており、ピアノ・ソナタ第1番に単調は、マーラーの助言を受けて改訂するなど、成人前は、完全に独力で作曲していたわけではない。16から18歳で書いたオペラ、ポリクラテスの指輪、ビオランタは、プッチーニの絶賛を受け、この成功によって、オペラ作曲家としての地位を確立し、1920年、オペラ、シノト』の大成功によって、23歳にして、 オペラ作曲家としての世界的評価を確立する。1927年、満を持たして作曲したオペラ、ヘリアーネの奇跡を初演した当時、コルンゴルトの名声は頂点に達し、ウィーン氏から芸術勲章を、オーストリア大統領からは、ウィーン音楽大学名誉教授の称号を贈られ、さらに1932年、大新聞、新ウィーンに一報のアンケートで、 シェーンベルクと並んで存命する最高の作曲家に選ばれた。その後、還元楽曲、競争曲、室内楽曲、歌曲、編曲と、旺盛な音楽活動が続き、結局この時期が事実上、作曲家、コルンゴルトの絶頂期であった。1926年、ザルツブルク音楽祭で新進の音楽、プロデューサーマックス・ラインハルトと知り合い、 彼の妖精で、ヨハン・シュトラウスのオペレッタ、コウモリをミュージカルに編曲。ニューヨークでのブロードウェイ公演の成功が縁となり、1934年、ラインハルトの小生で、ハリウッドに赴き、シェイクスピア原作の映画、真夏の世の夢の映画音楽として、メンデルスゾーンの同盟の劇音楽の編曲を行い、関係者の賞賛を浴びる。映画音楽という新しいジャンルに足を踏み入れた。 コルンゴルトであったが、この頃から彼の名声に陰りが出始める。その後、ウィンとハリウッドを往復する日々を送りながら、ヘリアーネの奇跡以来久しぶりのオペラ、カトリーンを書き上げ、初演を間近に控えていた1938年、ナチスドイツのオーストリア併合により、カトリーン初演は、流れ、ユダヤ系だったコルンゴルトはアメリカに亡命し、仕方なく映画音楽を書きながら、 亡命生活を送るよりなかった。亡命の際には多くの自筆譜をオーストリアに残してしまったが、友人の協力のおかげでそのほとんどを持ち出すことができ、持ち出せなかった曲も記憶をもとに復元した。生活のためにオペラを諦め、映画音楽を書くことになったが、それでも美しい旋律、優れた還元楽法は、緩み切った映画音楽業界に革命をもたらした。 経営者側は彼のために高額な契約を結んだが、年間2作の作曲でよく、しかも、旧来の作品の引用は自由という、破格の待遇を与えていた。1935年に、初期の傑作、海賊、ブラッドを書き大絶賛された翌年、1936年に、風雲ジ・アドバースでアカデミー作曲賞を受賞。40以上のライトモチーフを使い、 オペラ並みの作品に仕上げている。ただ、あまりにも出来が良すぎて、ショーはワーナーの音楽部門全体に送られ、オスカーは音楽部長が受け取ってしまった。1938年には、ロビンフトの冒険で二度目のアカデミー賞に輝く。コルンゴルトは最初、この作品のスコアを書くのを断ったのだが、ワーナー音楽部長の説得と、ナチスドイツによるオーストリア併合により、 仕方なく引き受け、オスカー獲得につながった。コルンゴルトは、映画音楽作曲を、オペラ創作の延長上にみなしており、ロベルト・フックスやマーラー、リハルト・シュトラウスから直接学んだ、高キロマン派的作風を、そのまま、映画音楽に持ち込んだ。また、気に入った、映画音楽は自作の芸術音楽に転用できる、権利も保有していた。大歓迎楽団を使った、 シンフォニックスコアは、後のハリウッド映画音楽の基礎となり、映画音楽の先輩にあたるアルフレッド・ニューマンや、後世のジョン・ウィリアムズにも、多大なる影響を与えた。ヒトラーが倒れるまで純粋な音楽作品の創作を、封印していたコルンウォルトにとって、第二次世界大戦の終結は、天気となった。年、の曲を最後に、純音楽作曲家に戻るべく、 新作を携え、ウィーンを訪れるも、当時の映画音楽に対する評価の低さや、高気ロマン派的作風は、前衛音楽前世の音楽業界から受け入れられず、映画に魂を打った、過当な作曲家というレッテルを貼られて事実上、ウィーンの楽団から抹殺され、失意のうちに、ハリウッドに戻り、不遇の中、同地で1957年、脳出血で死去した。 二曲目の公共曲を作曲中だった。遺体は、ハリウッドのハリウッドフォーエバー墓地に埋葬されている。戦後の主要作品として、バイオリン競争曲二丁丁や、弦楽合奏のための公共的セルナード、公共曲 AA、超、主題と変装などが挙げられる。没後の再評価は1970年代、彼自身の映画音楽から始まった。次男のジョージ・コーンゴールドがプロデュースした。 チャールズ・ゲルハルト式、ナショナル・フィルハーモニック還元楽団演奏による映画音楽集のレコードが良好な売れ行きを示した頃からコルンゴルトの音楽の再評価が始まる。前期したように、ジョン・ウィリアムズなどのシンフォニックタイプの作曲家に与えた影響は大きい。また、ラインスドルフ式によるオペラ、シノとケンペ式による公共曲 A 長のレコード等で、 彼のクラシック音楽の再評価も始まるなど、コルンゴルトルネッサンスの短所がここに始まった。現在、欧米においてはコルンゴルトに対する偏見は少なくなり、20世紀のクラシック音楽の作曲家の一人として、その作品は多くの CD がリリースされ、一流演奏家もコンサートで取り上げている。ありがとうございます。